西鉄大無田線の貨物用電車では、西日本鉄道大無田線、太宰府線、天城線で使用された貨物用電車について記述する。救援車など事業用車として使用された電動貨車についても記述する。なお、2003年に登場した事業用車の萌え901クエ902については、600系電車の記事を2014年に登場した。 萌え911萌え912く九913については5000系電車を参照のこと。西鉄天神大無田線の前身である九州鉄道では旅客輸送の他貨物輸送も実施したため、1924年の開業時に旅客用電車とともに電動貨車を申請した。1963年に 大牟田線での貨物輸送が廃止された後は救援車、車庫内家人車、保線用車両などの事業用車として使用された。各車両とも塗装は黒地に白帯もしくは交代の塗装となっていた。木造有害電動貨車。両端に運転室があり、車体側面には、明かり取りと通風のための窓が設置されていたが、後年埋められた。中央部に、 貨物積み込み用の幅 2200mm の両開き引き戸を設けている。台車はブリル 50E タイプ。九州鉄道開業時にもは101.102として東洋車両で申請されたもので、1940年に100型が製造される際にもは501.502。翌年に500型が製造される際にもは801.802と改版されている。 1948年に三井線の宮野事務駅天城駅間が昇圧され、天城線となってからは、同線での貨物輸送にも使用されるようになった。大牟田、天城線の貨物輸送廃止後は、救援車及び車庫内牽引員車として使用された。300型を改造した811の登場に伴い、1979年に2両とも廃車となった。 萌え803木造有害電動貨車。両端に運転室があり、車体側面には窓はなく、中央部に貨物積み込み用の幅2 2 0 0ト、mm、ルの両開き引き戸を設けている。台車は BW タイプ。1942年に木並み車両で製造されたもので、801.802に比べると、扉が外開きから内開きになり、屋根が 少し浅くなり、後に全面が鉄板で補強された。1948年に、三井線の宮野事務駅天城駅間が昇圧され、天城線となってからは、同線での貨物輸送にも使用されるようになった。大無田、天城線の貨物輸送廃止後は、救援車及び車庫内牽引員車として使用され、1975年現在では803が、 柳川車庫で救援車として、待機、804が2日、試行場で入れ替え車として使用されていた。1987年に804が廃車となった後も803は柳川車両基地常備の救援車として使用され、1995年に正式に貨車から救援車に用途変更され、萌え803となったが、2004年に廃車となった。 モア811-300型も301を1979年に改造した車両。救援車下にあたり、従来の扉を残し、中央部に両開き式の外吊り扉を新設しているほか、製造当初と同様の両運転台式に改造されている。電動貨車扱いとなっているが、貨物輸送には使用されたことはない。 台車は20系の宮寺学先天室に伴い余剰となった日本車両製 ND-12 型が用いられた。電動貨車への改造前に設置されていた列車無線や ATS 用機器はそのまま損置された。803と同様、1995年に正式に貨車から救援車に用途変更され、萌え811となったが2004年に廃車となった。 もは801.802と同時に、東洋車両で製造された、木造無害電動貨車。製造当初の番号は元201.202で、801.802と同様の経緯で、元601.602元901.902と、改版している。両端に運転室を設け、一方の運転室後部に櫓を設置し、その上にパンタグラフを置いている。台車は、 ブリール 50E タイプであったが、BW タイプに交換され、再び、ブリール 50E となった後また BW タイプに交換された。1941年頃から、営業運転から外され、保線用や砂利運搬などに使用された。1977年、列車無線取り付けのために両を固定編成化した。その後 ATS も設置されたが、 1985年に廃車となった。100型も109.111を1977年に改造したダンプ式砂利運搬用電動貨車。型運転台式で2両を背中合わせに連結した固定編成で車体は前頭部4分の1ほどを残して後部を取り去り砂利運搬用の荷台を設置した L 字型の外観となっている。また、 元も111は中間車化されていたので、再び運転台が取り付けられた。台車は20型が履いていた FS-8 に交換された。1989年に廃車となった。ありがとうございます。